はい、おはようございます。山男チャンネルです。今日も木曽の渓流新規開拓に来ております。で、前回前々回かな、木曽で渓流新規開拓してるんですが、同じ川に入ってます。前回は分岐が出てきて、それを右側に行ったんですが、今度はちょっと左の方に行ってみようかなと思ってきてます。あとは前回から、シングルバーブレスの、フックを使って、で、ランディングネットも使って魚を、キャッチすると、魚に優しい、まあ、釣り人を目指すための、一歩を踏み出しておりますので、引き続きそちらもやっていこうと思います。で、今日使っていくルアーなんですが、こちらですね、 D コンパクト38になります。で、フックはもちろんバーブレスシングルですけど、付け替えてあります。で、前回はまあそんな感じで挑戦始めたんですが、すれがかりでなんとか最後の最後で1匹、釣ったような状況でしたので、今日はできれば口にかけて、きれいにランディングをして、釣りたいなと思ってます。じゃあ、まあ開拓と、あとはまあシングルバーブレス、まあ、上手に使っていくというところで、釣りをしていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。すごいね。前回の動画でもだいぶ喋ってましたけど、いい渓流なんですよね。ここがすごいいい渓層が続きます。うお、イワナが走った。お、見に来てますね。おお、アマゴか。流針からアマゴかな、出てきました。ここの川はアマゴとイワナが、両方混成してます。結構浅いんですよね。それもあって D コンパクトを使ってます。結構足跡というか踏み跡があるんで、人は入ってるみたいですね。結構道路から近いというか、アプローチが楽なので、釣り人は多いのかなっていう気がします。今日はさすがに雨なんで、まあ、いないと思いますけど、まあ、小雨なんでなんとか釣りができそうで良かったです。いやー、釣りたいなー、なんとか。で、前回は結構バラシはあったんですけど、やっぱり魚がかかると焦っちゃうんで、早く引き寄せたくって、で、焦ってバラすことが多かったんで、かかったらまずちょっと落ち着いてじっくり魚を寄せてきてキャッチしていこうかなと、今回はそういう作戦で行こうと思います。ここもいそう。お、なんか、お、来た。落ち着け落ち着け落ち着け。おるおるおる。よっしゃー、来た来た。まさかのまぐれキャッチ。いやー、でもシングルバーブレス初フィッシュやりました。あ、イワナだ。いや、ちっちゃいけど嬉しいな。よくバレなかったな。イワナです。日光ですね。 ちっちゃいけど結構模様は綺麗で、このオレンジの点々がすごい綺麗。ヒレも綺麗ですね。ありがとう。いやー、ありがとう。バイバーイ。まだまだね、ちょっとちっちゃい魚でしたけど、1匹目が釣れたっていうのはすごい嬉しい。
ああいう感じでやればいいんだな。やっぱ落ち着くの大事です。でもやっぱりそれでもちょっと焦ってたんで、まあ経験を重ねて落ち着いて取り込めるように頑張ります。釣れたらまずは落ち着く。うおー来た。あーバラした。いやー今のは焦ってはないけど、ちょっと食ってると思わなかった。目がかりかと思ったら食ってました。ビビビッと反応がありましたね。結構大きい魚でした。はい、でここで川が2つに分かれて、前回はこっち右側に行ったんですけど、今日はこっち左側に行ってみたいと思います。ここからが新規開拓になります。バーブレスでもう何匹かできれば釣りたいところ。頑張ります。かなり浅い。水深どう？10センチとか20センチとか。お、いい魚が走った。でもいるんですよね、ちゃんと。おお来た。今食ったかな、針に当たっちゃったかな。20センチぐらいあるかなぐらいのイワナが今来ましたけど、なんか合わせがうまくいかなくてバレました。強く合わせてちょっと水からね魚が飛び出ちゃうのをちょっと恐れて、しっかり合わせに行けてないですね。それも良くないな。まずはしっかり合わせんとダメですね。いやーでも渓流が細いな。2メーターぐらいかな、幅そんなないか。 1.5 メーターぐらいの渓流です。いや狭い。いよいよ川幅が1メーターぐらいになってきたから、すごい狭い。うわー来てた、気づかんかった。来た。あーごめん投げちゃった。これはミスです、すいません。いや綺麗な魚、このねオレンジの点々がいいんですよね。色味があって味わい深いイワナ、ありがとう。ちゃんと落ち着いて魚をいなしつつランディングのタイミングを伺おうと思ったんですけど、ちょっと体をかがめすぎてテンションが抜けちゃいました。いやー残念。まあまあいい魚だったな。今日一番大きかったかもしれません。残念。ここでもうラストにします。おおっとでかいぞ。まあまあだったな。でかいと思ったけど、まあまあのイワナが今も追ってた。
アタックしてきてるけど食い切らんな。やる気満々です。やばい、バレたかも今。あんなにやる気あったのに。おっと、走ってきた、帰ってった。まだやれる。うわあ、この手前の岩に隠れてますね、多分。オッケー、やばい、やばい、焼けちゃったー。ダメだ、ネットにはうまく入らんだけど、なんとか釣れた。ちょっと純血っぽいヤマトが来ましたね。多分ヤマトイワナだと思います。白い点々がね全然なくって、背中の虫食い模様、あとオレンジのね点々もすごい綺麗です。ヒレもねいい色してますね。じゃあリリースします。よし、ありがとね、バイバイ。いやー、よかった、最後の最後でなんとか釣れてくれた。いや、うまくなんとかラインのねテンションを抜かずに魚をいなすことができました。まだまだ慣れてなくて危なっかしいですけど、また今後練習していきます。そんなところで今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。これで帰ります。これここのもんが偉いな、急だなこれ。